世界アジア東、アジア日本南西諸島大隅諸島大隅諸島は、南西諸島の内鹿児島県に属する、薩南諸島北部の島所群。大隅諸島と口の三島薩南諸島と大隅諸島、鹿児島県に属し、種子島、薬島、口の選ぶ島、マゲ島などからなる。黒島、伊王島、竹島の上三島については、大隅諸島に含まれるとする説と含まれないとする。 説がある。天気予報では、種ヶ島、薬島地方という区分がよく使われる。この場合には、種ヶ島、薬島、口の選ぶ島に加えて、黒島、伊王島、竹島の上3等が含まれる。また、さらに、種ヶ島地方と薬島地方とに細分する場合には、種ヶ島地方には、種ヶ島、曲ゲ島及び上3等が含まれ、薬島地方には、薬島、 口の選ぶ島が含まれる。なお、天気予報における区分では、従来、南西諸島に種ヶ島、薬島地方を含める場合と含めない場合があったが、2007年4月1日の予報用語の改正に伴い、南西諸島は種ヶ島、薬島地方を含む場合のみに用いることとされた。この地域の歴史は古く、現在の日本本土側の縄文文化の影響も遺跡に見られる。 日本古代の俗日本紀699年には、他、外疫級、よりび、土管などの島々と共に朝廷に朝貢し、以会を授けたと記されている。また、大宝2年には、薩摩と他、画家を隔てて命に逆らう。是において兵を発して政党し、投降して利を受けけりとあり、この地域が九州南部の未開人と連合して、 大和朝廷に反乱し征服されたと推定される。この反乱により平定された種ヶ島、薬島が両政国、種国に組み込まれる。また、九州南部も日向国からが、小さら国が分国され、さらには同六年にはそこから、大隅国が分国される。七百二十年には、九州南部で、早との反乱。後の八百二十四年に、種国の領域は、 大隅国に編入となる。なお、口の選ぶ島は、古代は、薬島と共にあり、天長元年に、種国四軍が大隅国二軍に再編された際に共に、編入されたと推定されるが、史料上,上大隅国と確定するのは1702年編纂の原独国栄図大隅国である。マゲ島は、種ヶ島氏が支配していたが、無手十字まである期間が長くはっきりしない。 ABCDE 大隅諸島とは、コトバンク。2018年4月8日閲覧。細分区説明鹿児島地方気象台。予報用語の改正について、気象庁。ありがとうございます。